な体をしていますけれども、こう見えてとっても得意な特技があります。シャオロンの特技は何でしょうか。分かる友達は、ヒントなしでも分かるかな。分かる友達、元気よく手を挙げてください。あ、ちょっと少ないみたいですけれども、三択にしようかな。じゃあ三択にしたいと思います。いきますよ。はい、ドアラも元気いっぱいですね。はい、シャオロンの特技三択でいきましょう。1番縄跳び、2番鉄棒、3番ダンス、何でしょうか。はい、分かるかな。分かる。はい、じゃあ前の黒い T シャツの女の子を答えてもらいたいと思います。ね、シャオロンには意外な特技があるんですよね。はい、じゃあ真ん中に来てもらおうかな。こんにちは。こんにちは。お名前教えてください。ちさちゃん、じゃあ答えてもらいましょう。シャオロンの特技、1番縄跳び、2番鉄棒、3番ダンス。さて、何番でしょうか。3番のダンス。ありますか。ありません。ありませんと、ね、じゃあ勘で答えてくれたのかな。すごいですね。はい、じゃあどうもありがとう。シャオロンからね、プレゼント渡してもらいたいと思います。はい、シャオロンのサイン入りのカードです。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。じゃあ気をつけてお席に戻ってください。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。さあ、シャオロンね、こう見えてということで、まだ見たことない人もいっぱいいるかもしれないけど、ね、ぜひ見てもらいたいですね。はい、そうそうそう、ドラも上手だね。さあ、続いていきましょう。ドラゴンズクイズ第4問。では今度はですね、ドラゴンズの選手に関するクイズを出したいと思います。ミスタードラゴンズと言われている立浪選手も背番号は何番でしょうか。分かる友達は、あ、元気いっぱい。誰に答えてもらう。パオは誰に答えてもらおうかな。誰がいい。こっちのお友達。はい、じゃあ一番前で両手を挙げてみる。僕に答えてもらいましょう。じゃあステージの上、気をつけて登ってください。こんにちは。ちょっと緊張してるみたいだけど、お名前を教えてください。早速お答え聞いてみますよ。立浪選手の背番号何番でしょうか。3番。合ってるかな。大正解、拍手。ありがとうに答えてくれました。友達にも素敵なプレゼント、サイン入りのカードでした。ありがとうございます。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。さすがですね、ドラゴンズ大好きなお友達が今日はいっぱい集まってくれました。ちょっと簡単すぎたかもしれないですけれども、続いていきましょう。ドラゴンズクイズ第5問。今年からドラゴンズの4番バッターとして活躍している外国人選手の名前は何でしょうか。分かるお友達は、うわー、すごいいっぱい手が挙がってますね。誰に答えてもらおうかな。シャオロン、誰がいいですか。元気いっぱいの子は誰かな。あっちの友達、はい、じゃあね、ジャンプしている、そう、ペットボトルを持っているお友達、答えてもらいたいと思います。はい、じゃあ気をつけて前に出てきてください。はい、よく登れましたね。はい、じゃあ真ん中に、あ、ごめんね。こんにちは。こんにちは。
お名前教えてください。ゆうまくん、ゆうまくんにお答え聞いていきましょう。今年からドラゴンズの4番バッターとして活躍している外国人選手の名前は何でしょうか。ブランコ。ブランコ選手、合ってるかな。はい、大正解です。皆さん大きな拍手お願いします。ちょっとステージの方で緊張してる、緊張してるみたいですけれども、見事に答えてくれました。じゃあね、パオロンから、あ、今度はパオロンのサインの入ったカードですね。プレゼントです。おめでとうございます。あ、かわいい、ありがとうございます。皆さんもう一度大きな拍手お願いします。さてさて、たくさん問題出していきましたけれども、ね、次の問題最後にしたいと思いますので、みんなしっかり手を挙げてもらいたいと思います。いいですか。いきますよ。ドラゴンズクイズ第6問。ドラゴンズの選手会長でもある荒木選手の背番号は何番でしょうか。はい、元気いっぱい。さあ、最後の問題です。皆さんね、元気いっぱい手を挙げてください。はい、じゃあ分かるかな。じゃあ一番後ろ、赤い T シャツのお兄ちゃん、元気いっぱい答えてくださいね。大丈夫。はい、大丈夫ですか。おー、大きいね。こんにちは。お名前教えてください。久保君、では元気いっぱいお答え聞いていきたいと思います。荒木選手の背番号何番でしょうか。2番です。2番、合ってるかな。大正解、拍手。あ、見事に答えてくれました。すごいですね。あのドアが近づいてきたけど胸を張ってますが、はい、じゃあね、お友達にパオロンからカードをプレゼントです。はい、ありがとうございます。皆さんもう一度大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございます。見事に皆さん全問正解でした。さすがです。さあ、続いてはこちらのゲームに行きたいと思います。ドラゴンズお絵描きクイズ。さてさて、お絵描きが得意なドアラ、シャオロン、パオロンに今からね、色紙に絵を描いてもらいます。その絵が何の絵かを皆さんに当ててもらいたいと思います。さあ、それではみんなに色紙を渡そうかな。さあ、今日はね、お題は何にしようかな。エドアラたち、どんな絵を描いてくれるのか、皆さん楽しみですよね。ぜひぜひ、張り切って答えてもらいたいと思いますが、準備はいいかな。それでは、お題の方に行きたいと思います。じゃあ、今日はイオンモール東浦に来たということで、ショッピングセンターですね。今、一番欲しいものを描いてください。イオンモール東浦にあるものがいいな。そこで買えるものね、今一番欲しいものを書いてください。それではお絵描きタイムスタート。書けた人から手を挙げて教えてくださいね。めっちゃ探してるね、ドアラ。はい、シャオロン順調に書いているみたいです。上手に描けてますよ。はい、真っ白ですね、ドラ。さあ、みんなは何が欲しいのかな。さあ、今一番欲しいものを描いてもらっています。できた人はお姉さんに教えてくださいね。おー、みんななんか欲しいものいっぱいあるのかな。シャオロンいっぱい描いているような感じですけれども、パオロンの絵はとっても可愛らしいですよ。そしてドアラは、あー、なかなかうまい、うまいです。皆さん、みんななかなか絵が上手ですね。よくお絵描きして、あ、できた。
はい、じゃあね、サウロンから行きたいと思います。じゃあ皆さん、サウロンに注目してくださいね。準備はいいかな。では行きましょう。はい、サウロンの今一番欲しいものはこちらです。じゃじゃん。なんでしょうか、わかるお友達。はーい、わかるかな。わかる、見えますか皆さん。欲しいものわかったら元気よく手を挙げてね。はい、それではじゃあ真ん中にいる赤いお洋服のお友達ください。あ、なかなか上手だと